ここにもいる、ほら。可愛かったよ。何？猫自体。サバトラ。あ、そっか、ここか。こんにちは、食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県大仙市にある大曲ラーメンさんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。ここのお店は大仙市大曲丸子町にある大曲でも大変人気のあるラーメン店です。ランチ営業のみで水曜定休ということで、なかなかハードルが高いお店でしたが、今回念願かなって訪れることができました。とても元気で気持ちのいい接客をしてくれる店員さんが案内してくれます。店内はカウンター席とお座敷席があります。お座敷席の真ん中はソーシャルディスタンスでしょうか、調味料のセルフスペースとなっていました。調味料の必要な方はこちらからお持ちいただき、使用後は元の場所に戻すというシステムです。水はセルフサービスです。入り口すぐのところにお水があります。女房さん、よろしくお願いします。はい、わかりました。お座敷のテーブル席に陣取りました。小ぶりなテーブルは二人用って感じです。漫画本もたくさんありました。奥の壁には有名人のサインがたくさんありました。テレビでもよく取り上げられている人気店です。こちらが大曲ラーメンさんのラインナップです。チャーシュー丼もあります。辛さも選べるようですね。今日は辛いのが食べたい気分だ。卓上にあるメニューで最終判断をしよう。南蛮ラーメンが名物のようだ。南蛮とは塩豚骨に辛みが入ったもの。ぜひお召し上がりくださいとある。噂ではチャーシューが絶品らしいということで、女房は南蛮チャーシュー、私はネギ味噌チャーシューにすることに決めた。ファイナルアンサーだ。食用アマガエル。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。まずはスープから見ていきましょう。なかなか辛そうなスープですね。今回は辛さ2を選びました。こちらが噂のチャーシュー、見るからに柔らかそうなチャーシューです。確かにうまそうだ。刻み海苔の下には白髪ネギが入っています。ごまもふんだんに使われています。少し黄色みがかった麺は中細のストレート麺でしょうか。梅そだごと。梅ごど豆板醤系だと思うんですが、なかなか辛いんじゃないでしょうか。この梅そなチャーシューをいただきましょうか。やっけごど。ほろほろと崩れるチャーシューは噂通りの絶品チャーシューでした。調味料コーナーからニンニクを拝借します。なんでラーメンにニンニクが入れたくなるんだろう。梅ガラだ。入れるとうまい。ただそれだけなんだ。おいしくなーれ、おいしくなーれ、梅ぐなーれ、梅ぐなーれ、もどもど梅なだ。この辛い味噌スープとニンニクが、これまたベリーマッチングなんだな。刻み海苔が程よく絡んだほろほろの柔らかチャーシューを食べていく。すかさず麺とネギを食べる。ああ最高だな。箸が止まらねえ。この辛さもなかなか刺激があっていい。やみつきになる辛さだ。食用アマガエル。はい、どうぞ。
上がりラーメンさん。何年も前から来たかったお店です。この日のためにいろいろと頑張っちゃいました。これを食べるためなら頑張れちゃいます。この南蛮ラーメン、塩豚骨の旨味が凝縮されたスープがたまらなく美味しいです。このチャーシューは噂通りの美味しさで、とにかく柔らかい。ニンニクを入れると本当に美味しいですよね。それ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 。実は先だって日頃から食用アマガエルチャンネルを応援して支えてくれているファンの方々と交流があったんです。ライブのチャットでは仲良くやり取りしている視聴者さんでも、実際にお会いするのは本当に緊張しました。もちろんすぐに打ち解けることができて、楽しい時間を過ごすことができました。また次回も楽しみにしてますので、よろしくお願いします。なんかよくお見かけする方もいらっしゃいました。この方です。この方には全く緊張しませんでした。食用アマガエルチャンネルは高い食チャンネルを応援しております。チャンネル登録よろしくお願いします。馬涙違った、ごちそうさまでした。食用アマガエル。大曲りラーメンさんの営業時間はご覧の通りです。定休日は毎週水曜日です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。梅バレ梅っけ。今日はごちそうさまでした。またぜひいらしてください。もちろんです。とっても梅がったんし、こちらが名刺です。ステッカーもありますので、よかったらお店のどこかに貼っていただけると嬉しいです。どうもお疲れ様でした。はい、どうもまた来ます。はい、どうも。食用アマガエルチャンネルはメンバーシップをスタートさせました。並盛、大盛、特盛の3つのコースからお選びいただけます。メンバー限定のさまざまな特典を用意しておりますので、ぜひチャンネルメンバーになってください。よろしくお願いします。